からそういう可能性があるなと思って、それでまあやっぱり写真撮った方がいいかなと思って、まあこういう呼吸が早いことやっぱりストレスなんですよ、鳥さんにしてみるとめっちゃ。だから手早くスタート取って、はいはい、終わらせてすぐまた酸素と入れさせてもらいました。で、この子ね、はい、普段はこんな感じなんですけど、これでもね、ちょっとこうよく見てください。小刻みに動いてるでしょ、はいはいはい、今の、ここを見るよりも羽を見た方が分かる、はいはいはい、羽がこう動いてるでしょ、うんうんうん、これちょっとこんな風には動かないんですよ、はいはい、で、幸いでも食欲あるでしょ、ありますね、でうんちも結構出ますでしょ、はい、あ、出ます。で、あとおそらくだけど、ちょっとしっかりは測れてないけど、飲水量は多分多いと思う。多分そうですね。この前も帰ってすぐお水飲んで、はい、で、そういう子に飲水制限したらちょっとダメで、はい、飲水制限はしないでくださいね、はい、で、ちょっとこの子に合った薬をちょっと処方しますから。 ありがとうございます。だからそれで心臓がさ、ちっちゃくなるか、肝臓がちっちゃくなるか、それは無理です、はい、ただ心臓の機能を高める薬とか肝臓の働きを良くする薬はあるから、はい、そういうので使って少しでも楽にしてあげれば。で、お腹には今、はい、とこ卵は置いてない。あ、よかった、それはよかったです。で、2種類、2本出しますけど、はい、いいね、これで1本、目薬の入れ物に作ります。で、はい、1滴を1日に最低2回ね、2回、はい、もし飲めるんだったら4回飲んでもいい。わかりました。で、その中に入るもの、いろいろ入りますけど、はい、エンドフロキサシン、エンドフロキサシンっていうのは抗生剤です。鶏肉使う抗生剤です、はい、で、肺野が狭いから、はい、黒いところが狭いからすぐ呼吸要は早くなったりして、うん、 それがきっかけで肺炎とか筋膜炎とか起こすことがあるんで、その予防的にね、はい、それからあとはウルソ、デオキシ、コール酸、これはですね、まあ、鶏用ではないんですけど、うん、人間用なんですけど、肝臓の働きを元気にする、はい、肝臓を元気にする、はい、それは肝臓の中に胆のうってあるんですけど、はい、その中に胆汁というのがあってね、あ、はい、この流れを良くする、うん、この胆汁は十二指腸に流れていって脂肪の消化を助けるんですけどね、はい、この流れが悪くなると黄疸が出てくる。肝臓が悪い人ってすごく悪くなると黄疸が出ちゃうんですけど、そういうことを防ぐという、はい、それから次心臓系ですね。ピモベンタン、ピモベンタンっていうのは心臓の収縮する力をほんのちょっとだけ強くする、うん、心臓が大きいということは収縮する力がちょっと弱い可能性があるので、ちょっとだけ高めます、はい、で、高めて今度は全身の血管をちょっとだけ広げます、はい、そうすると何が起きるか、血管拡張、全身血がよく巡るようになりますね、はい、そうすることによって心臓、それからの負担が取れて、血流が良くなれば腎臓の働きも良くなるし、他の機能も良くなる。それからあとはこれ血管拡張剤だけど、矢印2つね、はい、これ A の中に全部入ってる。そうそう、これに全部入ってます。アンモニア作ってもらったんで、はい、粉がお水で溶いてあります。はい、振ってから。そうです。次、エナラプリル。で、エナラプリルっていうのは、まあ、血管拡張剤です。だけどこれが矢印2つだったら、これ矢印1つぐらいちょっとだけ広げる、はい、でやっぱり心臓とか腎臓の機能を高める、はい、それからメトクロプラミド、これはね、胃腸の動きを良くする、うんうん、なんでかっていうと、うんちがあんな大きいってことは腸に負担がかかってるわけですよ。普通はもっとちっちゃいのが出るんです。そうですよね、うん、なんかめちゃくちゃあんな大きいのっていうのはやっぱり腸が圧迫されてるわけですね、はい、なんか食べ本をするんですよね、うん、それじゃ決していいことではないんでね。だからちょっと胃腸の動きをよくする薬で、はい、よく取りに使います。はい、それからあとはなんだ、タウリン、まあ、タウリンはよく聞きますけど、受容競争でね、まあ、肝臓をちょっと元気にする。はい、それから総合ビタミン、うん、それからブドウ糖、ちょっとだけ甘くして飲みやすくすると、はい、で、飲ませ方今私がお見せしますんでね。はい、それからもう2つです。いっぱい入ってますけど、プロバイオティクス。聞いたことありますよ。いや、プロバイオティクスはヨーグルトかとよく書いてありますね。腸の善玉菌。腸の善玉菌を補ってあげると、腸の環境が良くなって、そうすると
自分で治す力、免疫力が上がってくると言われています。あともう一個ね、上がり薬、うん、めちゃくちゃ入ってますね。すいません、まあ、でも量は一個一個は少ないですよ、はい、体質に合わせて作ってるんで、はい、上がり薬ってのはあのキノコなんですけどね。でキノコ類には私たちが食べるキノコもそうなんですけど、シイタケとかマイタケとか、ベータグルカンという成分が入ってまして、はい、上がり薬はこのベータグルカンがたくさん入ってるんですね、はい、でこれが自分で治す力、免疫力を高めてくれると、はい、こんだけがいいと思います。はい、でもう一個 B、はい、B の方はですね、これは1回でいいです。1日1回、はい、1日1回ね。で、まあ、これは夜にしてもらっていいですか。わかりました。で今日だけ2回やります。私今両方やりますんで、はい、で B は今日の夜もう1回ね、はい、で明日からは夜1回と。夜ご飯前にあげたの、うん、あの岡田さんが一番やりやすい時間にやってくださいね。はい、私あのリモートなんでずっと家にいるんで、あ、そうですか、いつでも、はい、まあでも B は24時間に1回がいいから時間固定してください。わかりました。 A は別に様子見て、はい、で呼吸早かったらできれば4回やってほしい。あ、わかりました、はい、でごめんなさい、 B の薬ね、入ってるものはピロコキシブ。ピロコキシブっていうのはステロイドじゃないタイプ、非ステロイドの消炎鎮痛剤です。はい、痛い苦しいを取る薬です。あ、で消炎鎮痛剤でもっとよく効くのはやっぱステロイドの方です、はい、でもまず食欲があるっていうことなんで、あのステロイドじゃない方の消炎鎮痛剤を使います。で、はい、ピロコキシブで胃腸への負担が少ないと言われてますね。はい、あとは総合ビタミンとブドウ糖がこちらにも入っていると、はい、こういう形、はい、で、あと有効期限がここに書いてあるけど、今日から1週間、はい、1週間ね、はい、それと必ず帰ったらすぐ冷蔵庫に入れてください。あ、わかりました。室温で置いといたらもうすぐ傷んでしまいます。用冷蔵ね、はい、でこれを飲ませながら一般状態の観察で、今のところは卵は多いじゃないですか。あ、よかった。ただまた降りてくるかもしれないですよね、はい、それは今なんかあれ飲ましてるんですけど、たまになんかビフィズなんか腸の菌、ああ腸の、あれは飲まさないですか。飲ませていいです。あ、いいですか。はい、重なっても全然問題ないです。それは他に何か飲ませてます。それだけです。あとビタミン類も足してもいいですよ。ビタミンじゃなくてカルシウム剤をちょっと飲ましたりしてるんですか。うん、飲ませてる。ペレットは、あ、ペレットじゃないや、あのボレーコはあげてないの、この子。あ、ボレーコはあの先生に言われてからあげるようにしてます。あげてます。はい。じゃあボレーコをあげててそれ食べてるようだったら、そんなたくさん食べなくていいですかね。ちょこっとでいいから、食べてるようだったらそのカルシウムの粉はいらない。あ、わかりました。はい。他にあげてるもの何かありましたっけ。あ、もう小松菜ぐらいで、はい、小松菜はやっていいですからね、かやれるときは。ただね、 しなびるじゃないですか、長いことを言ったら。あ、そうです ね、だからまあ30分から2時間以内には下げてください。あ、ずっと置いとかないでください、はい、もう手でしか食べないんで。あ、それならそれが一番いいですね、はい、はい、じゃあね、ちょっと飲ませ方実践しますね。はい、飲ませると呼吸が早くなる可能性が